はい、どうもこんにちは、たかしです。ガム元気でいきましょうか。よし、はい、今日の動画なんでしょう。ジャンプ漫画完結した関数だけで当てるクイズ。今考えているタイトル。今考えながら言いながらのタイトル。はい、ということで伝わったかと思いますが、伝わってません。ません。まあジャンプ漫画ですね。はいはいはい、全何巻みたいな、うん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 、もう完結してる漫画の全何巻だけお二人に出すので、何の漫画か当ててもらいたいと思います。うわー、これむずいんじゃん。むずいですね。ねで一気にちょっと何巻を送らせてくるんで、全部ちょっと書いていただけたらなと思います。いっぺんに？やっぱね、これ一個出しちゃってブッブーって言うと、多分その漫画のね何巻っていうのを言わなきゃいけないんで。なるほどなるほど、そうかそうか。ちょっとそうなると他の問題が消えちゃうというね、由々しき事態になってしまうので。由々しき事態。やっぱ正解も一気に知りたいですかね、皆さんと。はいはい、そういうことね。まあそうかそうか。うん。だから、はいはい、あのランキングみたいな感じで、はいはいはい、あの一気に書いていただくということですね。1個ずつね。はいはい、で最後に、まあ、1個ずつ発表と。はいはい、わかりました。ではちょっと多いですが、うん、12、3個あるかもです。あ、結構あるね。こちらめっちゃある。何を書けばいいんだっけ。作品名ですね。ジャンプ漫画です。この関数出てる、この関数で終わってるですね、一応。まあこの後になんかちょっと出てるやつとかもあったりしますし、まあキャラクター本を次の関数で言ってるやつもあるかもですけど、まあ一応関数全って感じですね。あのそれは含まれてないっていう感じですね、うん、漫画が終わったのっていう感じですね。むずいねこれ。いや、むずいなこれ。これむずいでしょう。これむずい。ちょっとわかんないな。でまあ何個か被ってるやつもあるかもなんでね、一応毎回調べさせてはもらえます。これはちゃんとあれだよね、数字書いてその横に漫画の作品書いてホワイトボードに書いてた方がいいよね。そうですね、そっちの方が分かりやすいですね。まあ K さん書いても多分読めはしないので、うん、まあ何でもいいとは思いますが。めちゃくちゃ言われてるけど。K さんに関しては、うん、まあ何でもいいかもしれないですね。むずいねこれ。これ結構むずいでしょう。いや、むずいわ。分かる人分かんだろうね、やっぱね。そうね。そうで、俺読んでるけどジャンプで読んでるからほとんど、うん、うわ、そのコミックスなんかだとちょっと分かんないね。分かんねえ。分かんねえ。分かんねえ。楽しそうだな。楽しそうだね。この辺か。あ、これは分かるわ。これは分かる。これ自信ある。自信あるのも何個かあるわ。ないやつもある。ちょっとね、間のがむずい。30代が結構むずいな、わかんねえわ。でも30代のやつは大体ほとんど読んでると思うんだよな。読んでるっていうか、何、ジャンプを読んでる間に載ってたはずなんですよ。なるほどね。うん、自分がそのジャンプに触れてる期間にある気がするんだよな、その辺。うわ、わかんねえ、何これ。うわ、これ1個違いとかで外すのすげえ恥ずかしいじゃねえ。悔しいね。1個外したら結構全部ずれるもんね、もうね。ああ、ずれるずれる。そうね、その可能性大いにありますね。ちょっとマジでわかんねえなこれ。むずい。めちゃくちゃむずい。ねえ、これ当てたいな。こんだけ長いのなんだ。今どんくらい書きてますか。俺あと3つ。俺もあと3つ、うん、あー、まあむずいな。むずいよね。いやー、むずいね。わかんないな。一応あの完全版とかの関数じゃないですかね、普通の単行本の、はいはいはい、普通のね、うん、普通の本ね、はいはいはい、俺ここは自信あるんだよな。ここがわかんねえな。この間何があるんだろう。これあるか。これどっちだろう。わー、どっちだろう。わー。楽しんでなくてそうです。めちゃくちゃ楽しそう。これなんだ。俺もあと2個だな、あと。これこんなに連載してんの何。もう年代とか結構バラバラでしょ。だってバラバラですね、うん、だよね。だからまあそんなに出てないような漫画も入ってるかもしれないですね、僕らの会話の中でね、はい、そうだよね。いや、ここなんだこれ、ちょっとわかんねえわ。はい、ちょっと待って、まだあと2個埋まんないな。はい、とりあえず全部書いた。お、うん、書いたけど自信はないな。なんか自信はない。わ、ここ何、ここマジで。うわ、ダメだ、埋まんない、うん、あー絶対違うこれ。何でも見とくか。ここは絶対違う気がするな。はい、はい、いけましたか。はい、いけました。なんか漫画数が出てこないですもん。ではじゃあざっとお互いパーッと、ね、うん、発表していただければなと思います。じゃあ高橋さん。はい、はい、番こちらです。私上からいきます。うん、はい、200巻こち亀、77ナルト、74銀魂、72ブリーチ、43ドラゴンボール、38スラダン、37遊戯王、32悠々白書、31アイシールド、
23鬼滅、20ドクターストーン、19ヤクネバ、12デスノート、これです。わー、結構違う。一個忘れてた、その作品忘れてた。いや俺鬼滅が23なのはめっちゃ覚えてるんですよ。そうなんだ。でデスノートも12なのは覚えてる。あとはもうずれてた、ずれてる。いやずれてたらこれ30代は特に怖いね。で、あとナルト、銀魂、ブリーチが正直わからん。70、ブリーチ70も出てたっていうのもあるし、ただまあナルト、銀魂、ブリーチあたりかな。で43はドラゴンボールだと思うんだよな。かな。はい、はい、なるほどね。はい、はい、でははい、Kさん、はい、バーン、200位、200位じゃない、なんだっけ、200巻、何言ってんだよ。200巻、こち亀、はい、77、銀魂、いや俺もそこ悩んだんだ。74ブリーチ、あそっちか。72ナルト、あ72がナルト。43ドラゴンボール、38リボーン、37遊戯王、32北斗、31スラダン、23アイシールド、21、20鬼滅、19ドクターストーン、12デスノート。何個かは一緒だ。はい、では発表していきたいと思います。今の順番でいきましょうかね。上からね、はい、上からね。200巻、はい、はい、こち亀、はい、ここはまあそうだよね、やっぱ伝説だな。これ200ってえぐいな。200で終わって201も後でポンと出ました。まあ201なんですけど、まあ一応200巻で一回完結したんで200で今回はね出させていただいた。でこれ合ってるの丸つけていけばいいね。そうですね、はいはいはい、さあこっからもう違うと。そうなんだよ、やっぱ確かにナルトじゃない気もするんだよ。俺77じゃなかった気がするんだけど、ね、分かんないんだよ。そう俺もナルト、銀魂、ブリーチ、ちょっと分かんない。では77巻、はい、銀魂、やっとー、終わったわ、終わったよっしゃ、やばいかも。そしたらよし、74巻、はい、ブリーチ、よっしゃこの3つ消えたわ。そしたらここ3つ全部違ったわ。せめて1個当たってればよかったのに。72巻、ナルト、うわやらかした、来た、もうやばい、もう3つ違う、来た来た、もう3点差やん。さあここ結構やられちゃったんじゃないですか。あーやばい、ここの3つはやばいね。うん、そうか、銀魂、ブリーチ、ナルトか。うわ、うん、やらかした。まあ、私ナルトはねなんとなく俺覚えてたんですよ、72巻ぐらいだなっていう。あー72か、うん、銀魂とブリーチは知らないから俺あんまりちゃんと読んでないから、はいはいはい、銀魂はなんか最近までやってたんだよね、これね。あれ違ったっけ。そうですね、まあ、比較的最近かな。そうだね、まあね、他のに比べたらね、まあ、確かに言われてみればそうだ、はいはいはい、もっと冷静になりゃよかった。おーっしゃ、はい、でかい、これはでかい。では、はい、次が43巻ですね、はい、お二人ともドラゴンボール、うん、はい、43巻、正解はトリコです。嘘だろ、ちょっと待って待って待って、マジで、あれ、え、え、40何巻じゃなかった、42巻でございます。うわ罠だよこれ、これ罠だよ、マジで罠だよこれは、ちょっとずるいって、ずるいって、それは罠だよ、ね、40そのくらいのイメージだったもんね、やっぱドラゴンボールってね、そこら辺のは覚えてたから、はいはい、絶対もう40巻だよ、もうドラゴンボールってなるじゃん、ね、これなってたわ。これずるいって、やられたこれはずるいって、これははめられましたね、完全に策略です、これはずるい、これはこれはずるい、これは策略、トリコ自体はお二人は書いてなかったんですか。書いてない、書いてない、ちょっとトリコ分かんなすぎて書かなかった。そんなに関数あるんだね、トリコって。はいはいはい、40、そうなんだよね、トリコってこんなやってんだってイメージだな。確かに長かったか、結構長かったか。うわー、ね、これドラゴンボール入れてないのちょっとずるいねずるいずるい、めっちゃ言うめちゃくちゃ言われてるよめちゃくちゃ言うや、ドラゴンボールは入ってるだろうみたいなね。いやちょっと戦略かね、そういう読みはあった。なるほど、定概念あったわ。それがまあ、仕組まれてダメなんですよってこと。そういうことですね。そういう固定概念に縛られてるうちは経営者としてはダメだよってこと。ダメなの、なっていけないよ。そんな学びあんのこれ、そんな学びあんの、学びあるな、やっぱり。あと固定概念じゃなくて固定観念じゃないの固定観念か、固定概念じゃないのか。もうそれすらも固定してるけどね、なんかもうお互いまあそういうことを伝えたいってことですね。固定概念って言葉もありますよ。ありますか、あるんじゃない、固定概念。
とは思われる。固定概念と固定観念ってじゃん。まあ、いやごめん、俺がなんか広げた、変に広げた。ちょっとどっちが正しいか、どっちが正しいか、コメント欄に悪い感じじゃなく書いてください。いいいいいい、ちゃんとね、暴言はダメですけど、ダメです、禁止です、うん、はい、怖いよ、怖い怖い、暴言書いたら全然僕はすぐにあの、うん、ブロックするタイプの人間なんで。やっぱね、よくね、仲良くいきましょう、仲良く、そうね、はい、うわ、では次、はい、38巻ですかね、はいはい、はい、これはお二人は、いや俺自信ない、俺スラダンって書いちゃったけど、リボーンって書きました、いやスラダン30前半な気がする気もしてきた、38巻はい、遊戯王です、うわーマジかよ。一違いやん、これも一違いじゃん、マジか、やっちまったな、ちょっと待って、やばいわこれ、マジか、やばい、惜しい、ずっと惜しい、37巻は俺7が遊戯王って書いてた、俺も遊戯王って書いてた、あー一緒だ、だからあー、じゃあここはもう踊りちゃんも外れた、うん、37巻、はい、アイシールド、うわー、マジか、ここなんだ、アイシールドも書いちゃってました、俺書いた、31に書いてた、高橋さん今銀魂だけですか、あ、銀魂じゃない、俺こっち亀だけです、こっち亀だけですそう、あ、こっち亀だけです惜しいの、ずっと惜しいの、その第な何十巻目は合ってんだけど、1の位、ね、1の位が合ってない、1の位が合ってない、くっそ、では、はい、32、次が32巻、うん、これスラダンじゃない、これ何ですか、これ北斗、俺誘惑、誘惑、誘惑っぽいよな、でも正解は、はい、スケットダンス、うわこれはちょいむずいですね、スケダンむずいな、これはまあむず、ちょっとそれ、ただお二人なんて言いましたっけ、ちょっとそれも調べなきゃ、もしかしたら一緒かもしれないんでね、あーそういうことか、あーそういうこと、北斗の拳、俺誘惑、北斗の拳、はい、全27巻ですね、あでも惜しいね、でも近いですね、近い近い、幽遊白書は K さんも書いてるんですか、書いてない、はい、あーじゃあ言って平気ですね、はい、幽遊白書、はい、全19巻です、あれ、え、そんなもんだっけ、ただ僕が出してる19巻は別の19巻なんで、なるほど、なるほど、じゃあ正解の可能性もあったんだね、19、正解の可能性もあったと、19に書いとけよかったのか、誘惑、え、やべえ、そんなもんなのか、そうだ、もっとあるイメージだったわ、勝手に、読んだことあんのに全然覚えてないな、関数、確かにね、もっとあってもいいよね、そう、あるイメージあるもん、やっぱ今の時代長いのがやっぱ人気になってるイメージになっちゃうけど、やっぱすごいね、19ぐらいで、19で、確かにすごいね、すごいね、そう思うと、うん、はい、ではうわもう終わったわ、はい、いろいろ次31巻、もうここも俺アイシールドって書いてあるから、終わってんだよ、Kさんはスラダン、ここはスラダンか、31巻、スラムダンク、うわやばい、マジでやばい、Kさんほとんど取んなきゃやばいんじゃない、いやもう多分取っても負けじゃないか、うん、俺今こち亀しか丸ないっすオンリーこち亀ですオンリーこち亀やばい、23巻、はい、ただここは絶対自信ある、鬼滅、絶対鬼滅、鬼滅、うん、K さんこれはもうアイシールって俺書いちゃってるから間違えない、あーじゃあ、うん、あーじゃあ違うんだ、はい、うん、鬼滅の刃、おい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 、23なんだ、鬼滅だぜ、そう、めっちゃ覚えてるのが、ね、あのワンピースがアラバスタの一番最後が23で終わりなんですよ、うん、だからアラバスタ終わりぐらいで終わってるっていう、ね、それであの爆発ってやばいよね、すげえな、やばいね、あやばい、まあ、あの時期もいろいろ重なったけどね、うん、でもコロナ禍でもうみんながあのお家でやることないって時にちょうど爆発してた作品だったから、より一層 ね、うん、ね、うん、では次20かな、うん、はい20、高橋さんはドクターストーン、俺は鬼滅って書いちゃったから、あーなるほど、まあ、うん、こっから取りたい、正解、僕の調べてる正解は、うん、バクマン、おあーちょっとそれも思ったんだな、ヤクネバ、じゃあダメじゃん、俺ヤクネバ19で書いてるからダメじゃん言っちゃった、書いてたのか言っちゃった、おい俺の夢を、かわいそう、俺の夢を潰されたよ、19にヤクネバ書いてんのに、ただまだここのドクターストーンも調べてないんで、はい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 、ああそうか、20も言ってない気がすんな、俺ドクターストーン19で書いてる、あはい、まだ分かんない、発表していいですか、ドクターストーン発表しよう、はい、はい、26です、
結構出てた。結構出てんだ。結構出てた。はい、じゃあ、はい、あと2個、渡辺さんまだ可能性ありますから、はい、ありませんよ、もうこっち亀と鬼滅しか合ってねえんだよ、こっちは。 K さんは19は、19はドクターソンって書いてからもう外れで。ああそうか、うん、正解は、うん、悠々白書とね、先ほど言いました悠々白書と、うんうんうん、いちご 100% ですね。あ、19も出てんの。へー、うん、それが意外だったわ。なるほどね。で、ラスト12巻は、はい、お二人ともデスノートですか。はい、はい、デスノートです。正解はデスノートでございます。はいはいはい、デスノート、ね、12巻ってすごいね。デスノート12巻のボリュームじゃないもんな、あれ。うん、ね、デスノートはすごいな。うわうわ、もうボロクソ負けだわえ、何個当たってたんですか3個かな、高橋さん。こち亀、鬼滅、デスノート3つですK さんは、K さん、これはね、こち亀、銀魂、ブリーチ、ナルト、スラダン、デスノート、うん、6個。あ、6個か、それでもね。あ、まあでも、これはでも思ったより白熱しましたね。白熱したわ。いやー、難しいね。43位がトリコ、ね、そうね、43巻、あ、43位じゃないですトリコ38が遊戯王か。遊戯王、ここがずれちゃったんだ、ね、いやだから惜しかったんだよね。結構惜しいのよ、だから、うん、いい感じのものはなんか、アイシェード、あ、アイシールドも全然ずれてた。書いてたわ、俺。いや、書いてるけどずれてるパターンだね、だからね。くそー。という感じですね。うん。はい。以上でございます。また、皆さんね、どんな結果だったのかね、ぜひ、ね、コメントにね、書いていただけるとです。はいはい、またこんな感じのやりましょう。はい、ぜひお願いします。はい。はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひ、チャンネル登録お願いします。レンちゃん、タビちゃんも見てください。明日も楽しみ、お二人。悔しい。